運動会。運動会は、学校、会社、企業、地域団体、地域社会、児童生徒などの参加者及び運営による協力により、規定プログラムに従って遂行される体育的な活動行事、体育祭などと称することもある。イギリスやドイツの職校体育的行事に期限を有するが、日本における運動会の発足は、国威発揚、富国強兵。 健康増進を目的として、明治期から社会的に広く普及したものであることから、近代日本独特の体育行事であるとされる歴史の節も参照。運動場で、主に運動能力を用いる競技や遊戯を行う。中学校、高校では体育祭と呼ぶ場合が多く、また、大運動会、体育大会,大会、スポーツ大会、スポーツフェスティバル、 体育学習発表会などの呼び名もある。年に1、2回行われることが多く、かつては秋の風物詩であったが、現在は一番多く行われるのは春5.6月、ついで秋9.10月である。北海道では秋は気候が悪いので、小学校では5月下旬から6月上旬までの開催が圧倒的に多い。また、北海道以外の全国でも、 気候が涼しく熱中症などの影響が少ないことや、台風や週といった天候をよる、順延、中止を避けるために春に開催する事例が増加しており、2016年に NHK が調査した結果によると、東京23区と全国20の政令指定都市の約3700の公立小学校では、全体の約66%に当たる2400校が、 春の時期に運動会を行っていた。運動会の開催時期が春と秋に分かれている理由の背景には修学旅行や遠足などの行事が他校と重ならないようにしているというも理由の一つである。学習指導要領における特別活動にあたり、学校行事としての健康安全、体育的行事に位置づけられ、児童生徒の自主的参加により催される行事である。 その目的は、連帯感、協力、調和、団結力などを養う点にあるとされる。なお学校によっては、この体育祭、運動会に変えて、球技大会や、クラスマッチを開催する例もある。高校の場合は、学校の運動場ではなく、地元の陸上競技場や、体育館等の施設で行う場合もある。専修学校においては、体育系の学科や、 クラブなどが置かれない限り運動施設を設けないことが多く、運動会を開催する場合は、地元の単育施設などを借りる場合が多い。ただし行事としての開催義務はないため、学校によっては運動会自体が開催されないこともある。職場、会社など、や地域、市区町村などで行われることもあるが、近年は開催を取りやめたり、 あるいはその規模を縮小する流れも見られる。それは職場での運動会については、企業の経営状況が良好でないこと、地域での運動会については、過疎やつながりの希薄化などの影響で中止される場合も、ある。また、運動競技に伴う災害の業務障害の認定について、十12.5、8期発366号に、運動競技会に関する解釈例記がある。 運動会の起源はヨーロッパにあるとされるが、欧米では体育及びスポーツの文化により、一方では特定種目の競技会やそれを複合させたスポーツ競技会、一方で子供による伝統的な遊戯祭りやピクニック会などへとつながって今日に至っている。そのため、日本の運動会のように参加者が一定のプログラムについて順次全体としてまとまりながら競り、 演技を行う形式の体育的行事は近代日本独特の体育的行事と言われる。日本に見られる行事形式の体育的催しは日本の他に台湾、朝鮮半島など日本統治時代から盛んになり存続している。しかし、韓国においては近年、いわゆる日程残止として運動会を廃止する動きがある。駆け足での集合や隊列を組んだ行進、 剣子や声の動機、バンカラ風の応援、文化、不評の本領の替え歌による応援など、戦時下当時の名残が定着している。運動会が日本で行われ出したのは明治時代である。当初、運動会は、競り投遊技会、体操会、体育大会などと呼ばれていた。日本で最初に行われた、 運動会は定説によれば1874年3月21日、海軍兵学寮で行われたセリ東遊戯会であるとされる、イギリス人英語教師、フレデリック・ウィリアム・ストレンジの指導によって行われたとされ、ストレンジは後に移動先の東京大学予備門でも運動会を開催している。ただし、1868年に、幕府の横須賀製鉄所において技術者、 食ーラによって行われたものが最初であるとする説、盛る。1878年5月25日には札幌農学校で力芸会が開催された。その後、わずか数年で北海道内の小中学校に広がったと言われる。また、1883年からは東京大学で運動会が定期開催されている。その後、 初代文部大臣、森有礼が、体育の集団訓練を進めるため学校で運動会を行うようになった。日本統治を経験した、韓国、北朝鮮、台湾や中国東北部の学校にも日本時代の名残で運動会が存在している。第二次世界大戦中は、運動会の種目においても戦時色が強まり、騎馬戦の試合。 分裂更新などが行われたが、戦争末期には、食糧難から運動場が農地化するなどして実施が不可能となった例も多いされる。本来、当該行事は常日頃から学習指導要領に沿った体育授業で習得した成果を発表する行事で、あるが、一部プログラムは学習指導要領に含まれない、遊戯や演舞など地区学校の独自色や実情に合わた、演目が、 各自治体の裁量によって認められている。一部演目の性質上、落下や衝撃及び激突が原因による、児童生徒の死亡、半身不遂、難聴、視力低下、運動障害などの事故及び、炎天下での活動による、熱中症などが発生しており、訴訟リスクや安眠などの理由から一部演目の実施を控えたり、行事の時間を大幅に短縮するなどの対策を、 行っている自治体もある。日本では国家賠償法に基づき、教員が国または地方公共団体の公務員でその職務を行うについて、故意または過失によって違法に児童や生徒に損害を加えたときは国または公共団体が損害賠償責任を負う国家賠償法第1条第1項。交通事故における人身事故と違い、 負傷者を極力移動させず事故現場から直接緊急、要請を行うことはほぼなく、一旦保健室などで応急処置を行ってから教員が保護者へ連絡を入れた後に病院へ運ぶするという手順が取られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。